今日はこのプルンプルンなゼリーの車のゲームジョリーカーやっていきたいと思います。いやすごいよね、発想が。ゼリーってみんなもちろん知ってるでしょ。あのプルンプルンな前おいしいお菓子なんだけど、それをあろうことが車にゲームにしてやろうっていう人が世界にはいるんだよ。まあこれ15年前のゲームで、これリメイク版なんだけどね、ちょっと懐かしさに浸りながらプレイしていこうかなと思います。そう、何の告知もなくね、最近15年ぶりにこのゲームのリメイクが出たから、これすっごいびっくりしたんだよね。そう、これマリオみたいにゴール目指して進んでいく系のゲーム。こうやって微調整しながらこの赤い的に振ればクリアと。 OK、 どんどん次のステージ行こうか。さあ2ステージ目、これ効果音気づいてる人いるかもしれないけど、これ全部人の声でできて、あははは、天井降ってきた、ペッションコだ。まあそれでも大丈夫なんだよね、ゼリーだから。いや、もはやゼリーだからって説明つかないと思うんだけど、ゼリーだから大丈夫です。で、これ効果音ちょっとよく注意して聞いてみて。あ、やべ、床浮いた。そう、これ全部人の声でできてんだよ。すごくないで、ここ乗り越えて、なるほど。オッケーオッケーオッケー。ハクハク。この赤い透明のやつは触れると吹っ飛ぶと。じゃあこれ多分助走をつけて、吹っ飛ばしてもらって、あと回転。はい、オッケー。初見でこれ切り抜けたらすごくない？ポイン。オッケー、次は歯車のステージか。この歯車の流れに身を投じてどんどん前に進める感じか。おー、めちゃくちゃぐちゃぐちゃに潰されてる。ゼリーだからって言っても限度ってもんがあるでしょ。あ、なんかゲットしたわ。スペースボタン、スペースボタンで大きくなる。うわー、めちゃくちゃだでもこんなにぐちゃぐちゃにされるのが成功法って面白くない？これ大きくなる。オッケー、ゼリーカー歴15年は飲み込みが早いよ。で、これで大きくなれば、この歯車に挟んでもらって、どんどん前に行けると。おぉすげえもうみくちゃにされてる。オッケー、ここはどうすればいいのかな。あ、これ大きくなれば、オッケー、歯車の間に入れられると。で、ちっちゃくならないところに弾き飛ばされると。オッケー、オッケー、オッケー。ちょろいよ。おっと、危ねえ。おい、騙されねえぞ。これさっきの赤い床じゃん。赤い床は触ると動くんだよ。だからこれね、絶対ここの上に乗ったら下がパカッと開いて下に落とされる。いや、バカだな。こんなあからさまな罠に騙される人がいる？さすがに引っかかないよ。まあ助走つければ余裕なんだよね。はい、よいしょと。そういう感じ？あ、多分あそこ大きくなって進まなきゃダメだったんだろうね。だってここ大きくなるのがコンセプトのせいじゃん。しかもさ、ここの補給ポイントが近いんだよ。この大きくなる燃料みたいなやつの。そういうことだったんだろうね。で、これ大きくなって、あ、やべ、もみくしょだ。ここで大きくなって、助走をつければ、はい、乗り越えられると。あ、そういうことだったのか。なるほどね。おっしゃ、3ステージ目。わ、今度は空のステージか。あ、なんか左にある。いや、ただの飾りだったわ。さあ、どんどん行こう。うわ、やべ、弾き飛ばされた。雲が落ちてきた。なんだこれは、勝負のアクションかよ。やばい、下のロードローラーでどんどん下に落とされる。やめてやめて、うわー、わ、やばい、一番下まで落ちてきしまったわ。あ、まあこれでいいのか、きっと。W ボタン。あ、オッケーオッケーオッケー。今度は風船を使ってどんどん、多分さっきのところまで戻ってくっていうステージなんだろうね。ジェリーカー歴15年を舐めるな。てか俺結構普通に風船ちっちゃい頃好きだったしね。俺風船には人一倍並々ならぬ思いがあるから。最近は見ないけど、ちっちゃい頃俺たち、昔は企業の宣伝目的で、空浮くタイプの風船あるじゃん、ヘリウムガス入って。そういうの配ってるおじさんがいたんだよ、その企業の名前を書いてですね。俺そういうのもらえないと、あたりうろちょろ歩いてもらえるまで粘るタイプの人間だったから。ここは風船で浮いていかなきゃダメと。オッケーオッケーオッケー。浮きすぎると、天井に当たって、それはそれで戻されるから、ちょうどよく調整しないとダメなんだな。いや、むずい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 。風船ゲージ補充して一回浮いてやめて、浮いてやめて、浮いてやめる。はい、うまいと。要領つかめば一発よ。いや、それ一発じゃないか。さあ5ステージ目。お、また新しいギミックだ。なにこれ、ウィーフィーみたいなやつある。E ボタン。ああ、なるほどね。これがリモコンみたいになってるんだ。挟まれたらどうなる？こんなんなってもまだゲームオーバーじゃないんだ。ゲームオーバーの基準を知りたいよね。オッケーオッケー。こ
これがリモコンみたいになってると。あ、だから、これを E ボタン押せば床が上がると。こっちに渡ったら電源を切れば上に上がると。オッケー、容量いいよ。把握した。あ、だから、これ E ボタン押せば体ねじ込んでスポーンっていくと。あ、これ逆回転になってるから電源を切る。で、進む。あ、下ゴールか。やばい。あ、なるほどね。ちょうどいいタイミングでスイッチを切る。オッケー、完璧。はい、一発クリア。なんか影あるね。ちょっと説明見ていこうか。あー、なるほど。ちょうどいいタイミングで大きくなる。で、ちっちゃくなる。大きくなる？ちっちゃくなる。オッケーオッケーオッケー。なんせジェリーカー歴15年のね、アドバンテージがあるから、こんなのは一回見せられたら余裕よ。はい、かっこよく、ジェットコースタータックも決めて。あー、これ、見てよ。赤い板は触れると大きくなるから、ここで大きくなれば、どんどん上に行けると。いや、完璧。容量が良すぎる。で、ちっちゃくなったその隙にすぐに出る。オッケー、いいよ。あー、で、ここに体ねじ込んで射出されると。うわ、めちゃくちゃだ、スポーン。おっと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 、やばい、下に落とされる。え、なにこれ。え、こっちでいいの、こっちでやってるの。え、これ動画がいてもいけなくない、あっち側に。あ、やばい、落ちる、落ちたくない。はい、うまい。ちょ、え、行ってみようか、頑張って。体を右側に傾ければいいのか。多分にね、俺が思うにね、ここで大きくなんなきゃいけなかったんだよ。そうすることによって張力が増して、ちっちゃくなればこっちの対岸に着地できると。オッケーオッケー。体に空気を入れて大きくなることによって張力を増す。あ、これもう実質バウンドマンじゃん。ギアホースしてるわ、俺のジェリーカーが。いや、こっちもむずいな。タイミングよく大きくなってちっちゃくなる。オッケーオッケー、完璧よ。あ、オッケーオッケーオッケー。もうここおるか。やり方同じ。助走つけて段差に大きくなると。あれ？あ、これで終わりか。うわー、くそ。そうなんだよね。これ、ジェリーカーまだデモ版なんだよね。ちょっと、本当はこういうのって製品版まで待ってゲーム実況とかしたりするんだろうけど、なんか15年前やってたゲームがさ、何の告知もなしに急にデモ版出したからさ、俺めちゃくちゃ嬉しくなって、ちょっと実況しちゃったんだよね。ちょっと製品版出たらまた実況しようかな。今日実況したゲームはジェリーカーのデモ版でした。製品版が出たらまたそっちも実況しようと思ってるので、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。